やっとお昼を食べて元気爆裂ですね。ちょっと前にあの現場が6年半ついに終わりますみたいな、そろそろ終わるみたいですよっていう動画を上げたんですけど、終わんないってさ。やっぱり終わらないようですね、あそこは。はい、あそこっていうか、ここっていうか、はい、どうやらまだ終わらないみたいです。でもあと3ヶ月とかそんな、だからもうまあ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 終わり、もう少しで終わりって言ってもそんなにおかしくないぐらいですよね、3ヶ月っていうのは。期待して損したな。いやーもう絶対今月で終わり、今11月の後半なんですけど、絶対今月で終わるんだろうなって思って過ごしてたんですけど、終わらないようですね。いやーびっくりこきましたね。いやちょっとややセンチメンタルな気分にもなってね、あ終わりかみたいな感じで、その6年半見た景色をこう日を追うごとにですね、なんかちょっと切ない、物悲しい気分になりながらこう眺めてね、こう景色を。俺が6年半前に来た時はこれもなかったなーとか、あれもなかったなーつって、景色も変わったなーって思って、ここが終わったらもうここで出会った人たちと会うこともないんだろうなーとかって、こうしみじみ感じてこう遠い目をして、で、あ、お疲れ様ですとか言いながら、はあ、この人と会うこともないんだな、あと10日とかそこらかとか思いながら、そんなことを考えながら過ごしてて、ある時聞いたのが、なんかまだあるらしいっすねみたいな、うん？って思って、その現場で聞いて、うん？まだあるって俺たち？いや、片子で終わりじゃないなと思って。いや、なんか、片子、おっきい片子は今回が最後っぽいですけど、あとなんか、まあちょこちょこ、一人二人とか、2月ぐらいまで。あるんかいって思って。はぁーって思って、あと3ヶ月ぐらいあるじゃんって思って、何をバカバカしいって思って、また始まったかって思って。んだよ、もう。全然少しって言わねえよ、3ヶ月は。まあもうさすがに伸びないと思うんですけども、終わる終わる詐欺をもう5、6発食らってるんで、いやーもういよいよ終わりですね、とか、あの作業員さんとか元請けとかがすごい言うんですよ。いやもう終わりますよ、とか。で、作業員が、まあ半年で終わるんじゃないの？もう終わりでしょ？みたいな話をみんな言うんですよ。漏らして。それを聞くたびに俺はもうその話をそのまま鵜呑みにするっていうか、もう そうじゃないですか、詳しい人が言うんだから、そっかーと思ってまた遠い目をして、うーん、3年、いやー長かった、とか5年かー、俺も成長したな、とか、こうそういうのばっかで、でいざそろそろかって思ったこと頃になると、看板の日数が変わってたり、え？令和2年だったのが令和4年になってるとか、急に作業員さんがバーって増えたり、え？もう終わんのに？とか思って聞いたら、なんかまだ終わんないみたいですねみたいな、いや鼻で笑ってんじゃねえよははーみたいな、終わんねえのかーとか思いつつ、また食らいましたよ。で、俺が嘘ついてるみたいなんですよ、これで。会社とか行ったり、あと俺イコールこの現場みたいなとこあるんで、久しぶりに会った人とか、まだあそこやってんのって、いやいやもう終わりますよみたいなのを毎回言ってんすよ。会社に行ってももう終わりみたいですね、ああそうそう、もうやっと終わるよつって、終わり終わりつって、そっからまた1年とか半年とか、なんかそんなのの繰り返しで、終わったの？
終わってないです、あれ終わったって言わなかったみたいな、終わってないんですってつって、またですって、延長延長、また伸びちゃって、今回も詐欺に引っかかりましたが、さすがにもうその3マジで終わる、マジで終わる、3ヶ月もう2月には終わりです、2月には終わり、絶対終わり、終わんなきゃもう俺反狂乱になる、来る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 、おいおいおい、これ開けんのハサミ必要なパターンじゃないこれ、それともあのこのパターンか、あこのパターンでした、てなわけでまだ終わんないみたいでーす、俺ここ着いた時29ですよ、今36ですよ、こんな何の思い出も誰一人知り合いもいないこの地でまさかこんなに年食うなんて思わなかったですね、2月の俺終わってるか？